飲酒運転をしたとしておととし懲戒免職となった中学校の教師に対し県は処分を軽食6か月に修正する採決を行いました県によりますと県東部の当時33歳の中学校の教師の男性は伊豆の国市の飲食店で飲酒をした後酒気を帯びた状態で長泉町の自宅まで車を運転したとして おととし8月に懲戒免職処分を受けましたしかし男性はこれを不服として翌月処分の取り消しを求める審査請求を行っていました県の人事委員会は2日過去の事例と比較して公平性に欠けるとして処分を停職6ヶ月に修正する採決を行いました男性は教師の身分を回復しましたが 退職する意向を示しているということです。